L700、L700 は、ホンダ技研工業が、かつて生産していた、ライト版型の小型商用車である。本校では、L700 のボディを改装した、P700 や、その発展型の L800 及び、P800 に加え、L700 を元に試作された乗用車である N800 についても記述する。1965年9月に発売された、商用車でキャッチコピーは、 高速時代のライト版。特徴としては S600 用をベースに開発された L700E 型 687cc 水冷時化、4DOHC エンジニアフロントサスペンションに日本車初のストラット式を採用したことなど当時としては技術的に高度な設計をとっていたことが挙げられる。駆動方式は後輪駆動である。またボディ形式は2ドアテールゲートの3ドアであり。 構造的にはモノコックではなく独立したフレームを持っている。1965年11月には兄弟車としてピックアップトラック版の P700 が発売されている。しかし当時最も一般的な小型貨物車であったダットサントラックの取り扱いに慣れていたユーザーにはあまりにも高回転型かつピーキーな性格のエンジン特性が嫌われ販売面では大きく苦戦した。 翌年には、市場での競争力向上のため、S800 用の AS800E 型 791cc エンジンを、シングルキャブレターで58バリー機にデチューンした L800E 型エンジンに換装した L800、P800 に発展したが、売れ行きを挽回することはできず、1968年に生産を終了し短命に終わった。販売台数が、 極めて少なかったことやアルミを多用したエンジンのために解体された個体が多いこと、当時から人気の高かった S600、S800 の部品取りにされることが多くあったという要因が重なり、P シリーズ及び700.800をまとめても、現存する個体は数えるほどしかなく、大変な希少者となっている。前輪に採用されたストラット式サスペンションは、一般的には、 日本発とされる初代トヨタカローラに先んじているが、販売台数が非常に少ないため、広く知られてはいない。また、独立したフレームを持ったボディ構造でありながら、ダンパーとコイルスプリングを分離させたため、トーションバースプリングを用いた他社の車と異なり、サスペンション保持部が大きく競り上がった、得意なフレーム形状となっている。リアサスペンションは、当時ごく一般的だったリーフ式リジットであった。 グレードはスタンダードの L700 とデラックス仕様の LM700 があり、LM ではホワイトタイヤ、二段階ワイパー、熱線吸収ガラス、ラジオ、ヒーター、ウィンドウォッシャーなどが標準装備されていた。一方、P700 ではピックアップトラックという性格からか、L シリーズと比べて装備品は非常に簡素なものとなっており、ラジオはオろかヒーター、 シートベルト等も省略されておりオプションであった。L700 ではオプション部品として、クォーターウィンドウの保護棒や、点検等、ヘビーデューティーリーフスプリング、ナンバーブラケットが用意されており、当時のホンダの力の入れ方が伺える。また、P700 では、荷台部分にターポリン製のホンダ純正のホル及び、枠が用意されていたが、販売台数の少なさからして、 これらの部品はすでに現存していないものと思われる。N800 は L700 をベースに開発された4人乗り乗用車で1965年10月に開催された第12回東京モーターショーに参考出品された。ボディサイズは全長 3720mm、全幅 1465mm、前後 1330mm、ホイールベース 2245mm で、 最高速度は時速 150km と公表されていた。ボディ前半は L700 とほぼ同じデザインであったが、後半は独立したトランクを持った2ドアクーペに改装されていた。またサイドウィンドウは前後ともに巻き上げ式であり、センターピラーのない、いわゆるハードトップ形式をとっていた。構造的には、セミモノコック式である。エンジンは S800 と、 基本的に共通の 791cc であるが、2連キャブレターで65馬力にデチューンしたものを搭載され、駆動方式は後輪駆動である。サスペンションは、前輪は L700 と共通だが、後輪はスイングアクスル式の独立喧嘩であった。しかし、当時のホンダの企業規模や市場性を勘案した藤沢武夫副社長の一声で市販化は見送られた。 N800 のホイールハブはベースとなった L700、L800、P700、P800 用とは異なり S500、S600、S800 用と共通の5欠であり S500、S600、S800 同様アルフィン式の4輪ドラムブレーキが採用されていた1975年1月のシビック版の登場までホンダのラインナップから 小型車のライトバンはなくなった。乗用車用としては、カローラが日本初である。予定通り市販されていた場合、N800 は前輪にストラット式サスペンションを採用した初の日本製、乗用車になっていたものと考えられる。ただし、モデル末期の S800M は前輪ディスクブレーキを採用。ありがとうございます。